そうだ、佐藤先生に聞いてみよう。ロームトラブル一問一答シーズン2。こんにちは。そうだ、佐藤先生に聞いてみよう。ロームトラブル一問一答の時間です。ナビゲーターのミナです。よろしくお願いいたします。特定社会保険労務士の佐藤博一です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日のお題はじゃじゃん、ギャンブル中毒の社員処分は OK です。なかなか直球ですね。佐藤先生はちなみにギャンブルとかされたりしますか？ギャンブルらしいことはあんまりやらないですね。まあ、最近ね、またバスケットボール復活させて。あ、そうなんですか。毎週日曜日バスケやってますね。健康的ですね。それでは早速事例の方に移っていきたいと思います。当社のベテラン営業社員についてご相談です。ここ数年パチンコや競輪にはまっており、300から400万円程度の借金を抱えているようです。営業部にも金融業者から督促の電話がかかってくることもあります。本人に聞いても、いやすいませんと謝るばかりで困っています。他の社員によると、いわゆる闇金融にも手を出しているそうです。勤務中何度も携帯電話に出て相手と口論している様子を何人もの社員が目撃しています。処分することは可能でしょうか？まあこういう相談よくあるんですけど、なかなか難しいですよね。今回のケースってどうなんですかね？まあね、こういうことって私生活上の話であって、プライベート業務とちょっと離れたところの話なんでね、その業務上ではないので、なかなか懲戒処分っていうのは難しいかなと。でもこういった方が上司だったりすると、悪影響とかも、まあそう管理職だったり、そういうところからお電話をいただいて、ずっと長時間にわたって電話ばっかりしてるとか、あとは欠勤とか遅刻が繰り返されるみたいなことになってくると、業務に支障が生じ始めるので、懲戒っていうのもだんだんね、射程には入ってくると思います。そういった時の処分ってどういったものなんでしょうか？処分いろいろあるんですけど、懲戒処分って、一番軽いのでは懲戒、重くて懲戒解雇って、段階踏むような感じになると思うんですが、このケースだと、せいぜい懲戒ぐらいなもんですかね。いわゆるですね、始末書を書いて出してもらうというような感じ。学校でよく書かされる反省文みたいなそうね、そんな感じですね。もしこの事例の人が自己破産なんかしちゃったりしたらどうなんでしょうか？自己破産、その場合でもやっぱり懲戒処分っていうのはやっぱりハードルが高いんで、なかなか難しいと思いますね。ただ、社内事情とは別に、こんなようなね、職業職種の人たちっていうのはそれなりにこう、制限を受けることにはなります。破産者の資格制限、職務制限の例と書いてありますけども、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士等々ですね、こういった人たちっていうのは一定の職業資格などに一時的につけなくなるっていうような、ペナルティを受けるような人も中にはいますので、こういう人たちはよく注意は必要だと思いますね。そうなんですね、また一つ勉強になりました。